ドローンサッカーがちょっとね、面白そうなんでね、ちょっと真似事してみたいと思います。前にね、ちょっと、ゲートがあるんで、それをね、8の字を、まあ、基本の8の字ですね。飛ばす機体は X100 っていうのを飛ばします。ドローンは基本あまし飛ばさないんですけど、映るかな、これじゃないな、どれだろう、これ違うな、これか、ちょっと風がちょっと距離遠いかな。まあゲートがね大きいんでね、ちょっとあの遠近感が分かりづらいな。あれ、はい、おっと、案外難しいね。やっぱ練習ですね、何でも。練習しないとうまくならない。ドローンサッカー面白そうなんだけどな。なんだろう。チーム 5人、最低5人いないとね、チームにならないのと、平日にね、あと危ない。平日に試合があっても出れないっていうね、難点があるから。ちょっと近づきます。ほわほわするんだよな。まあ本当ならドローンのね、スロットルあましいじゃらなかったら上下しないんでいいんでしょうけど、とばい、やばい、あ、おう、この大きなゲートにぶつかるっちゅうのはまだまだ、かなりまだまだですな。もう今日仲間も早めに帰ってるんでね、暇っちゃ暇なんだよね。まあ暑いんでね、どうしてもやっぱし、あ、やべ、ね、ペダが1個折れた、はい、ペダが1個折れたんで終了です。はい、修理しました。プロペラはねもう予備持ってるんでね、案外いくらでも交換できます。まあドローンのいいところはね、本当プロペラしか壊れない。まああれか、よほどスピード出さないとフレームは折れないんですね。練習しましょう。できればね、でもあれ映像みたいに早くできないな。映像の分早いよな。本当はもうちょっとゲートね狭くしないと、この機体の大きさにしちゃ広すぎるんだよな。草が邪魔だな。どうしてもねバックした時のこう、まあ、円を描くようにね、要は、旋回か、旋回みたいな動きができればいいんでしょうけど、状態じゃ遅いな。ほんと綺麗な8の字が描ければいいんでしょうけどね。どうしても直進、ゲートくぐるときの直進があるから悪いんだな。ちょっとマイク入ってんのかな。ちょっと一回、マイク確認。マイク。OK ですね。今からね暑くなるんで、早く秋になってくれたらいいんだけど、秋の方が涼しいからな。よいしょ、仲間は来てないようです。
どうしても直進があるな、やっぱりまだ。まあそうそう、すぐにはね、うまくならないと思うんでね、危ない危ない。なんでも、指が、アホみたいに、覚えるような、あ、電池が早い。もう電池が早いじゃないか。まだそんなにもしてない。これさ、多分 30% ぐらいの時になりだす。あと、交換するか。電池なくなるの早いね。もう電池結構古いけ、膨らんできおるんだよな。来ないね。今何時だろう。プロポの時計が狂ってる。2000年の1月1日00時になってるよ。なんでだろう、おかしいな。アップデートしてから、まあ、時計は見てないっけな。あ、でも時計合わせた気もそういうこともないけどな。おかしいな。行きます。あ、多分ちゃん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 。おっと、草が引っかかる。もう一回バランス崩すとダメだ。耐えた。よっしょ。草が、草が。うわ。ちょっと泥がついたな。あ、またペラ折れとる。はあ。はい、一応ね、また修理しました。まだ電池変えたばかしなんでね。はい、じゃあちょっとつないで、なんか土汚れがついたんですけど、はい。で、一応ゲートをね、ちょっと増やしましたっていうか、狭くしてみました。ゲートでもまだ大きいんだよなぁ、な的には。あー、ここの土があれだなぁ。うん、でもまあ今度はね、あのパイプじゃないんで、多分ペラは、折れにくくなってると思う。うん、どうしてもなぁ。あ、バックしすぎだな、これ。むずいね。むずいね。どうしてもむずいね。あの人、うまいな。韓国の人だったっけな。あの人、うまいね。はい、はい。あ、めったー。硬いとこ行った。またペラ行ったか。大丈夫か。オッケー。ペラは大丈夫だ。よいしょ。どうしてもドローンね、ワンテンポ遅れるんだよな。そうそう、あった。あー、ペラ行った。やっぱり行った。看板はペラが行く。硬いとこは終了です。